team has worked incredibly hard for 3 years, and this year we worked harder than we've ever worked before. That's put us in a really good position to to strive for our goals, which is making the top eight in the World Cup. While you see 31 players behind me and one coach, there are a lot of coaches, there are a lot of support that is behind the team, that allows the team to be the best they can be. And there's been a lot of players that have contributed just as much as these 31 players behind me. And that is a massive reason why we've been successful this year. And we all feel very proud of representing Japan at the World Cup. Very, very proud of the fans, the public. They've all supported us during the World Cup. And then without your support, we just wouldn't have happened. ありがとうございました。まあ、このチームのキャプテンをやってて本当に誇りに思っています。まあ2011年からここまで日本代表の成長というのはすごく感じます。まあベスト8まあ行ったことすごく嬉しいです。そのためにいろんな人が犠牲して、選手も犠牲して、その裏に家族たくさん犠牲払ってきました。まあ、今後について、しっかり考えていきたいなと思います。まずはジェイミー、ヘッドコーチが、このワンチームを作り上げたことに、すごく影響あると思います。まあ、ジェイミーと、このリーダーグループを育ててこのワンチームを作ったことが、ベスト8に、の目標を達成したと思います。日本代表はずっと強いまま、継続することが大事だと思います。今、日本のファンがすごく多く増えてきて、もう一回、日本のファンに、また感動できる試合を続けたらいいなと思います。2011年の時に、ニュージーランドでワールドカップ終わって帰ってきたら、記者が2、3人やったかなぐらいで、今目の前にこんなにいるっていうのは本当に考えられないことで、これを継続しなあかんなと思います。本当に選手たちはできることって言ったら、どんだけ強くなれるか、本当にこの今をまずはベースにして、ここからどんだけ上に上がれるか、どんだけ強化できるかっていうのが、どんだけうまくなれるかっていうのが僕らの仕事だと思うので、常にそれを目指しながら次のワールドカップに進めなきゃならないですし、それがラグビーが認知されて人気をキープできるっていう僕らの仕事だと思いますし、選手だけではできないのでね、本当にこう周りが協会だの全員含めてみんなで上にどん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 上がっていければいいかなと僕は思っています。本当にこれだけラグビーで盛り上がって本当に嬉しく思いますし、本当に選手一人一人がグラウンドの中サポートする選手もそうですし、スタッフもそうですし、そういった一人一人のハードワークが多くの国民の皆さんに感動を与えることができたんじゃないかなというふうに思っています。でまたこれからどん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 今後がまたラグビー界大事になってくると思うので、どん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 ラグビーの魅力を、素晴らしさというのをどんどん発信していけるように、やっていきたいなというふうに思っています。